DDBJ の紹介をいたします。 DDBJ の正式名称は DNA データバンクオブジャパンといいまして、静岡県の三島市に設置されております。1987年から運営されており、今年で33年目を迎えます。主な事業は国際的な規模での生命情報の共有に向けた国際塩基配列データベースの開発・構築・更新維持と、それらを扱うための解析基盤、いわゆる遺伝検スパコンの提供及び運営がございます。本セッションではこのデータベースとスパコンについて概要をご紹介いたします。